はい、どうも、サオでございます。はい、やっとメルキルが、いや、メルキルの動画出せるので、はい、やっていこうかなって思います。今回は、メルキルに反撃つけてます。ただかなり適当です。まあ、いつも通りですね。まあ、僕の動画見に来てる人はね、まあ、どうせこいつまた適当なんだろうなっていう感じだと思うんですけど、今回かなり適当。まあ、この、あ、これでも、マスターフォーチューンついてる。で、覚醒瓶章に無強化の聖女をつけ、無強化の魔女、聖女、魔女とついてます。まあ、魔女2と、聖女3を得ている状態ですね。クリティカルアップと、状態異常、免疫2回がついてます。ちなみにサムネのやつはもうこの画面でなんか察する人もいるかもしれないんですけど、まあ、やっと考察できるので、まあ、アリーナやっていきましょう。ただね、今、せっかくね、4600で、マス2なんですけど、まあ、こっから下がっていけるかもしれないですね。はい。よくわかんないですけど。はい。で、いつも通り、エリス1トップ、他4人が後ろで、ジャック王がいた位置をメルキル36金になってます。ただ、本当にね、メルキルさんね、スキル3つあんの邪魔なんだよね。セバスチャンの場合1個でしょ？アタッカー邪魔しないでしょ？メルキルの場合別にそんなにね、有用なスキル持ってるわけじゃないし、なんか別に動いて欲しくないのに、なのに、スキルが3つあるんですね。それがちょっと微妙かなっていうところから、この考察始まりましたと。で、さらにこの反撃役、ポサーがあるじゃないですか、メルキルさんは。反撃って一つ大きなデメリットがあるんですよ。HP が減ってしまうのはそんなんいいんですよ、この際。反撃するじゃないですか。こいつ動くんですよ、反撃で。だから覚醒ゲージ溜まっちゃいやすくて、他のキャラの攻撃を邪魔する気がする。まあ、そこ致命的かなっていう。とか動いてほしくねえキャラってな。SP でいたかっていうほどのなんか、かわいそうな性能ですよね、メルキル。あ、しかも今回、毎回長くなるんで、セブンナイツの動画あって、ババッと2000ぐらいやって終わろうかなと思うんですよ。メルキルに関しては、本当にね、考察のクソもない。カールとエリスのスキルを邪魔する人です。いや、強いけどね、持続スキルは防御ダウンという、まあ、強力なスキルがあるんで。まあ、ただ、しかも、この回避がね、味方だとそんな、今当たる？それみたいな。重要なところ、バトルをね、分ける重要なところで、まあ、メルキル、そう、ああ、避けないんだ、みたいなことがね、多々ありますね。そして邪魔しましたね、カールのスキルを。カクカクですけど、なんか知らんけど、今日は。ネット回線が悪い。あ、でもこれで終わってくれると。スキルが打てる。ほらほら、メルキルが邪魔しようとしてる。カールのスキルを。したー、マジでさー、これで負けるんだよ。これ負けるぞー。負けましたね。あ、そう、わかりましたか。別にメルキルが悪いわけじゃないかもしれない。でもこれ反撃つけてなきゃ別に溜まってな。ああ。っていうね、感じなんですよ。まあ、メルキルの良いところは、まあ、気絶が入ればいいかなってぐらいなんで、マジで。回避は別に、いや、回避強いけど、なんか、ここぞっていう時に、動かなかったりするんで、まあ、てか働かなかったりするんで、回避が。で、免疫が覚醒ゲージ溜まった時に免疫みたいな、別にすぐ打つから必要ないですからね、あんな。はいって感じ。だって回避しなかったら、回避するかしないかなんで別に。免疫つこうが回避してくれればいいんですけど。だから、マスターは本当に旬のパーティーにしてくれるから、本当にね、自分のパーティーに戦わせて考察がしやすいんですよ。ただ、本当に、マスターに恨みがあって倒してるわけじゃないです。いつも。あ、これ、あれですね。もう用意してますね。来週の。防御？防御リーダーっていうのをスパイクにすれば別に敏捷性が低かろうが先制取れるようになるんでみたいなことを言ってましたね。まあ非常にいい作戦だとは思うんですけど、まあ決定的な致命的な点があって、まあスパイク貫通ついてる攻撃で第1にされて、その後持ってかれてオルリーの無効化の餌食になるっていうのがね、味方ではありがちですね。敵だと強いですけどね。
なんでセブンナイツの動画になると俺こんな早口になるかわかんないんですけど、まあ、早いんですよね、展開が。あ、やり、栄光掴んでくれた勝ちです。だからメルキルがいかにカールヘロンのスキルを邪魔しないかが、これ重要になってきたっていうこの謎の状況ですね。いい動きですね、これ。今回はメルキル邪魔してないケース。で、まあ、最後の最後にメルキル残って、敵に2体ぐらいっていう時は、だいたい回避で、まあ、なんとかなる時がある。まあ、そこはセバスチャンより強えなって思います。まあ、だからなんかセバスチャンよりちょっと強い人っていう位置づけです。まあ、なんだかんだ強いは強いね。この闇の強奪いらね。火力低いって思ったら割と出たな。あ、魔法を今アップしてるわ。で、これ、ほら、アップしないとこの、ハゲみたいな火力ですからね。そして、邪魔してくると。あとはいい働きしますよ。敵のカールが撃ってないから、割と出たけど、もう意味なくなって、すげえ動く。弱点つけてないのに、こんな動きますからね、今。そして、オルリーが凍っていくと。まあ、でも、エリスが使ってくれれば、ってとこはありますね。気絶が今回は効きましたね。今回はカールじゃないわ。メルキルうまくいったパターン。まあね、強いは強いんですけど、10点評価でいくとなんか 8.7 ぐらい。セバスチャンが 8.6 みたいな感じですよ。なんか、そう、それぐらいの差かなって。だから別に、無課金とか美課金の人はなんか、マッハで集める必要ないですよ。ただ、敵の回避には相当泣くと思いますけどね。メルキルいないと。なんだろうな、必須なんだけどなんかしっくり来ないっていうのがメルキルの評価。この感じを分かってほしいですね。まだ覚醒してない人はそんなに急がなくてもいいかも。それこそデロンズ覚醒はほぼ決まっている。しかも来週大型アップデートがあるんですよ。これみんな気づいてるか分かんないんですけど。11月2日アップデートで、新バージョンになりますって言ってたんで、もしかしたらデロンズ来るかもしれない。それかもう本当に防御と、攻撃型のリーダー。防御と攻撃リーダー。っていうのを入れるための大型アップデートかもしれないんですけど、まあ、覚醒素材ほんとギリギリって人はこれ別にセバスチャンでいいかも。全然マスター上がれると思います。はい、ということで、僕が見出した、メルキルの運用法を、一つ紹介します。放置周回パーティーですね。これがね、あの放置の中では一番早いっていうかわいそうなキャラ。こう、禁じられた実験出るでしょ？ワンパン。で、これ次全体スキルで、ワンパンしてくると、これ早いと28秒ぐらい。で終わるんですよ。あの、タップすらめんどくさい人を、この、一人だけ編成するっていうね。非常に、この、パーティーおすすめのゴールドダンジョンパーティーになってるんで。もう、これでもう、これ早いでしょ？この、何もしてないにしては、32秒、33秒。早ければ20秒台と。まあ、これが、メルキルの、就職先になりましたと。まあ、これ、ネタですよ。まあ、でも意外と、これ、放置にしては早いんで、やってみてください。はい。ご視聴ありがとうございました。